黒いイルカに乗った西村正蔵議員の大好きなですねイルカを、まあ、ここで、狭いところへ閉じ込めて殺す施設を建設をいたしております。このペストリアンデッキについてはですねこれ完全に市の中でありまして、向こうのイルカを殺す施設はノアファシリティーズというところが建築主になってますけども、これがですね先にこの階段だけがペストリアンデッキだけがもうできてしまっておるということになっております。接続をここで多分するんでしょうね、この辺になってて。またこれは接続をさせておりません、まあ、向こうへ接続させてもですねこの後は歩かされへんよということになってるんでしょうけども、ほんで向こう切ってるということは向こうのあの切ってるところからですねこの床越しのこの施設へですね、まあ、階段をつけるということになっているんであろうというふうに考えております。まあ、こんな感じでですね、まあ、まさにイルカの墓場が今できようとしておるわけですけども、どれぐらいこれもイルカがですねお亡くなりになるかということをぜひともですねこれは公表していただきたいと。でシーシェパードの皆さんがですねこの辺に来られてですね、まあ、監視をこの上からですか上から監視をしていただいたらですねいかにイルカが死んでいくかというようなこともわかるんじゃないかというふうに考えております。本当にねこんな狭いとこへイルカを泳がすなよと思うんですけど、まあそれはそんなこと言うたら水族館もそうなんですけどもね、だけどもここでもういかにだからこんな閉鎖的なとこでイルカを飼うということがもうバカバカしいかということです。ほんでもうイルカのショーをするわけですからね、イルカのショーなんか世界的にもそういうことをショーをすること自体が動物虐待に当たるというふうに世界的には言われておるところですね、わざわざ堺ではこのようにイルカにですね虐待を行うそういう施設をわざわざ作るということでございます。買うんやったらこっちで買えよというね、本当にそう思うわけですけども、まだこの湾内で買うんやったらまだ100歩譲ってそれもかわいそうですけども ね、 ここね向こうのクルーザーなんかこう通りますからボラが飛んでおりますけれども、そない考えたら自然のもんやねんから自然にそないして置いとくのが一番ええなというふうに考えるわけですけども、これちなみにここへ30頭ほどのイルカが押し寄せてですね腹向けてということになればこうニュースになりますよ。ところが同じような数がですねこっちの方で腹を向けてもですね、まあ、一気に死ぬとは言うてませんよ。そやけども累積をしていけば30頭ははるかに超えるわけですからね、あらそういうことになればですね、まあ、それはしゃあないよねというように報道もされないということになるのかということですよ。本当にそれを考えるとですね、なぜこの狭い施設の中でイルカを飼わなければならないのか、合理的理由は全くないというふうにお伝えをしておきたいと考えております。